どこ？ちょっとここの、ま、マラの。あ、そこのね、つなぎ。ああ、丸のキャップ？キャップの下なんです。あ、キャップの下ね。いや、こっちからじゃないと多分わかんないです。うん。だってこれが全部樹脂じゃん。駅があれだね、もう走ってきてやっぱ噴出してんだね。そうなんです。うん。ここあ、そうだね。うん。ああ、付け根がね。はい。うん。だいたいよくあるケースが、うん、あのアッパーのとこなんだ、この辺がだいたい暗く言う。暗く言う。うん。こう当たるので。うん。うんで、ここが、ちょっと入りやすいんです。その噴出するとか、はい、あれのね、はい、あの流れのね、はい、うん、熱がかかる方が、うん、流れを、うん、先にこっちが来ちゃって、うん、うん、うん、あの流れが変わると温度が変わるんだよね、流体のね、あの気体でもなんでもね、流体摩擦です。うん、それとね、やっぱね、あのこれがつなぎ目なんだよ、金型の金型の合わせ目。合わせ目、うん、あのバリが出てるでしょ、はいはい、バリがこう左右の金型 の、 あの合わせ目になってる。だからあのどちらかというと弱いところですよね。うん、うん、それとかあのこの合わさりと目とは別に樹脂がさ、あのゲートっていうのが金型の場合あるからさ、まあどこがゲートだか分かんないけど、そのゲートからの、流れの合わさり目がさ、パーツのこの金型の合わさり目とは別にウェルドって言うんだけどさ、ウェルドの目がさ一番やられる弱いところ、弱い樹脂のつなぎのところだからさ。でこれさ、6ナイロンとかナイロンとかそういうポリマーロなんだけど、それに充填剤が入ってるから流れがさ余計悪くなる、うんうん、それで、このラジエーターのアッパータンクだとか、あのロアのタンクをこの樹脂パーツ壊れやすくなるんだよね、はい、だからあれだよね、ラジエーターはさなんとか修理してね、溶接とかさなんかであるけど、樹脂の場合はね修理ができないもんね、ちょっとね大変だよね。だからこれ発散とかさ FRP でさ、あの金属入れて、あの肉盛りできるとさ同じでしょ、古いあのラジエーターの場合よ。新しいさ買えばあの調達できるラジエーターはいいんだけど、調達できないさ場合はさもう困っちゃうんだよね。モルカ外して内面、そう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 、うん、了解。やっぱ 1800cc だとラジエーターそこそこでかいんね。だけであって、結構薄いんですよ。うん。でもここまであれだよな、液漏れしてたら壁面だよな、もうな。もうまだ冬だからまだいいんですけど。ああそうだね。夏だからもう、うん、煙が出ます。本当だよね、蒸気出ちゃうよね。じゃあバッテリー交換するとき、あれだ、一発だ。そうそうだね。正月明け、とりあえずバッテリーだけ点検、あ、交換つか、それでよかったよね。はい、正解だよね。
んなん高速なんか乗ったら目も当てられないもんな。空気圧どころの騒ぎもあるけど、空気圧どころの騒ぎじゃねえでな。え、でもメーターでさ、これ分かんなかったのかね、メーター見てね。そこまで減ってないんで分かんないです。あ、そう。まだあの予備のタンクに気持ち残ってたので。あ、そう、はい、でこれはメーター上は検知できないの。そうです。あ、それね。あ、でっかいな、やっぱり。液ガスでもさ、直角になってると温度上がるじゃん。はいはいはい。だからここら辺が事故多いんだって。あ、そうですね。うん、それとあとね、これさ、ポリマー類ってさ、ナイロンとかさ、あの PPA のな、ちょっとバンパーとはさ、耐熱性がもっとあるじゃん。あ、はい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 。ナイロンとかロックナイロンとか66とかさ、それとポリマー類でさ、あの特殊樹脂パーツになってるんだけど、あのガラス繊維とかさ、タンカルとか結構入ってるのよ。 30% とか 40% とか。だからあの生のあのポリマーより樹脂だけよりは流れが悪いので、圧力かけたり温度かけたりしてさ、金型も面倒見てやるんだけど、ちょうどこの合わさり目が金型の、左右の合わさり目と同時に、あの樹脂がさ、あのこのどっかが小さい口から入るじゃない。それが樹脂が合わさり目がさ、あのこれ見えないとこあんの。それがやられちゃうの結構、あのクラックの原因になるの。うん、樹脂がこういう流れと流れがぶつかるじゃん、それと同じ。だからさ、あの車種とかさ、あのパーツによってじゃ、メーカー供給メーカーによってじゃなくてさ、その単品単品で、みんなさ状況が異なっちゃう。車の数があればあるだけ。どこ？じゃあここの、ま、マラの。うん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 。あ、そこのね、つなぎ。ああ、丸のキャップ、キャップの下なんです。あ、キャップの下ね。こっちからじゃないと多分分かんないです。うん、だってこれが全部樹脂じゃん。駅があれだね、もう走ってきてやっぱ噴出してんだね。そうなんです。うん。うん。あ、そうだね。うん。あ、付け根がね。はい、うん。だいたいよくあるケースが、うん、あのアッパーこのこの辺がだいたいクラックが今、クラックが、うん、こう当たるので。うん。うん、でここが、ああ、はい、その噴出するとか、はい、あれのね、はい、あの流れのね、はい、うん、熱がかかるような、うん、流れだけど、うん、先にこっちが来ちゃって、うんうんうん、あの流れが変わると温度が変わるんだよね、流体のね、あの気体でも何でもね、流体摩擦、
うん、それとねやっぱねあのこれがつなぎ目なんだよ、金型の合わせ目、うん、あのバリが出てるでしょ、はい、バリがこう左右の金型 の、 あの合わせ目になってる。だからあのどちらかというと弱いところですね、うんうん、それとかあのこの合わさりと目とは別に樹脂がさあのゲートっていうのが金型の場合あるからさ、まあどこがゲートだか分かんないけど、そのゲートからの、流れの合わさり目がさ、パーツのこの金型の合わさり目とは別にウェルドって言うんだけどさ、ウェルドの目がさ一番やられる弱いところ、樹脂のつなぎのところだからさ。でこれさ6ナイロンとかナイロンとかそういうポリマーロンなんだけど、それに充填剤が入ってるから流れがさ余計悪くなる、うん、それでこのラジエーターのアッパータンクだとかあのロアのタンクをこの樹脂パーツ壊れやすくなるんだよね、はい、だからあれだよね、ラジエーターはさなんとか修理してね溶接とかさなんかであるけど、樹脂の場合はね修理ができないもんね、ちょっとね大変だよね。だからこれ発散とかさ FRP でさあの金属入れてあの肉盛りできるとさ御の字でしょ。古いあのラジエーターの場合よ、新しいさ買えばあの調達できるラジエーターはいいんだけど、調達できないさ場合はさもう困っちゃうんだよね。モルカ外して内面を、そう、うん、了解。やっぱ 1800cc だとラジエーターそこそこでかいんね。でもでかいだけであって、うん、結構薄いんですよ。うん、うん、でもここまであれだよな、液漏れしてたら壁面だよな、もうな。もうちょっと言いますよ、まだ冬だからまだいいんですけど。ああそうだね、夏だからもう、うん、煙が出ます。本当だよね、蒸気出ちゃうよね。じゃあバッテリー交換するときあれだ、一発だ。うん、そうだね。正月明けとりあえずバッテリーだけ点検し、あ、交換つか、それでよかったよね。はい、うん、正解だよね。こんなん高速なんか乗ったら目も当てられないもんな。空気圧どころの騒ぎもあるけど、空気圧どころの騒ぎじゃねえでな。え、でもメーターでさ、これ分かんなかったのかね、メーター見てね。そこまで減ってないんで分かんないです。あ、そう、まだあの予備のタンクに気持ち残ってたので。あ、そう、はい、でこれメーター上は検知できない。そうです。あ、それね。あ、でっかいな、やっぱり。液ガスでもさ直角になってると温度上がるじゃん。はいはいはい。だからここら辺が事故多いんだって。あ、そうですね。うん、それとあとねこれさポリマーロイってさ、ナイロンとかさ、あの PP のな、ちょっとバンパーとはさ、耐熱性がもっとある材料。あ、はい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 。ナイロンとか6ナイロンとか66とかさ、それとポリマーロイでさ、あの特殊樹脂パーツになってるんだけど、あのガラス繊維とかさ、タンカルとか結構入ってるのよ、 30% とか 40% とか。だから生のポリマーより樹脂だけよりは流れが悪いので、圧力かけたり温度かけたりしてさ、金型も面倒見てやるんだけど、ちょうどこの合わさり目が金型の、左右の合わさり目と同時に、あの樹脂がさ、このどっかが小さい口から入るじゃない、それが樹脂が合わさり目がさ、この見えないとこあんの。
それがやられちゃうの結構、あのクラックの原因になるんです。そうなんですか。うん、樹脂がこういう流れと流れがぶつかるじゃん、それと同じ。だからさ、あの車種とかさ、はい、あのパーツによってじゃメーカー供給メーカーによってじゃなくてさ、その単品単品で、みんなさ状況が異なっちゃう。車の数があればあるだけ。どこ？じゃあここの、ま、マラの。うん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 。あそこのねつなぎ。ああ丸のキャップ？キャップの下なんです。あキャップの下ね。いやこっちからじゃないかとか分かんないです。うん。だってこれが全部樹脂じゃん。駅があれだね、もう走ってきてやっぱ噴出してんだね。そうなんです。うん、うん、あ、そうだね。うん、あ付け根がね、はい、うん、だいたいよくあるケースが、うん、あのアッパーはここなんで、この辺がだいたいクラックが今クラックが、うん、こう当たるので、うん、でここがああああああ、その噴出するとか、はい、あれのね、はい、その流れのね、はい、うん、熱が加わる、うん、流れを、うん、先にこっちが来ちゃって、うんうんうん、あの流れが変わると温度が変わるんだよね、流体のね、あの気体でも何でもね、流体摩擦、うん、それとねやっぱね、あのこれがつなぎ目なんだよ、金型の金型の合わせ目、合わせ目、うん、あのバリが出てるでしょ、はい、バリがこう左右の金型 の, あの合わせ目になってる。だからあのどちらかというと弱いところですね。うん、うん、それとかあのこの合わさりと目とは別に樹脂がさ、あのゲートっていうのが金型の場合あるからさ、まあどこがゲートだか分かんないけど、そのゲートから の, あの流れの合わさり目がさ、パーツのこの金型の合わさり目とは別にウェルドって言うんだけどさ、ウェルドの目がさ一番やられる弱いところ、弱い、樹脂のつなぎのところだからさ。でこれさ、6ナイロンとかナイロンとかそういうポリマーロなんだけど、それに充填剤が入ってるから流れがさ余計悪くなる、うんうん、それで、このラジエーターのアッパータンクだとか、あのロアのタンクもうこの樹脂パーツ壊れやすくなるんだよね、はい、だからあれだよね、ラジエーターはさなんとか修理してね、溶接とかさなんかであるけど、樹脂の場合はね修理ができないもんね、ちょっとね大変だよね。だからこれ発散とかさ FRP でさ、あの金属入れて
煮こもりできるとさ、御の字でしょ。古いあのラジエーターの場合よ、新しいさ買えば調達できるラジエーターはいいんだけど、調達できないさ場合はさ、もう困っちゃうんだよね。モルカ外して内面、そう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 、うん、了解。やっぱ 1800cc だとラジエーターそこそこでかいんね。でかいだけであって、結構薄いんですよ。うん、でもここまであれだよな、液漏れしてたら壁面だよな、もうな。もうまだ冬だからまだいいんですけど。ああそうだね。そうだと思う。煙が出ます。本当だよね。蒸気出ちゃうよね。じゃあバッテリー交換するときあれだ、一発だ。うん、そうだね。正月明けとりあえずバッテリーだけ点検、あ、交換つか、それでよかったよね。はい、うん、正解だよね。こんなん高速なんか乗ったら目も当てられないもんな。空気圧どころの騒ぎもあるけど、空気圧どころの騒ぎじゃねえでな。え、でもメーターでさ、これ分かんなかったのかね、メーター見てね。そこまで減ってないんで分かんないです。あ、そう。まだあの予備のタンクに気持ち残ってたので。あ、そう、はい、でこれメーター上は検知できないと。そうです。あ、それね。あ、でっかいな、やっぱり。ヘッグガスでもさ、直角になってると温度上がるじゃん。はいはいはい。だからここら辺が事故多いんだって。あ、そうですね。うん、それとあとね、これさ、ポリマー類ってさ、ナイロンとかさ、あの PP のな、ちょっとバンパーとはさ、耐熱性がもっとあるじゃん。あ、はいはいはい、ナイロンとかロックナイロンとかロクロクとかさ、それとポリマーロイでさ、あの特殊樹脂パーツになってるんだけど、あのガラス繊維とかさ、タンカルとか結構入ってるのよ。 30% とか 40% とか。だからあの生のあのポリマーより、樹脂だけよりは流れが悪いので、圧力かけたり温度かけたりしてさ、金型も面倒見てやるんだけど、ちょうどこの合わさり目が金型 の左右の合わさり目と同時に、あの樹脂がさ、あのこのどっかが小さい口から入るじゃない。それが樹脂が合わさり目がさ、あのこれ見えないとこあんの。それがやられちゃうの結構、あのクラックの原因になるの。うん、樹脂がこういう流れと流れがぶつかるじゃん。それと同じだからさ、あの車種とかさ、あのパーツによってじゃ、メーカー供給メーカーによってじゃなくてさ、その単品単品で、あのみんなさ状況が異なっちゃう。車の数があればあるだけ。
どこ？ちょっとここの、ま、マラの。あ、そこのね、つなぎ。ああ、丸のキャップ？キャップの下なんです。あ、キャップの下ね。こっちからじゃないと多分わかんないです。うん。だってこれが全部樹脂じゃん。駅があれだね、もう走ってきてやっぱ噴出してんだね。そうなんです。うん。うん。あ、そうだね。うん。ああ、付け根がね。はい。うん。だいたいよくあるケースは、うん、あのアッパーはこのあのこの辺がだいたい暗く行く。暗く行く。うん。こう当たるので。うん。うんでここがちょっと入りやすいんです。その噴出するとか、はい、あれのね、はい、あの流れのね、はい、うん、熱がかかるところ、うん、流れの、うん、先にこっちが来ちゃって、うん、うん、うん、あの流れが変わると温度が変わるんだよね、流体のね、あの気体でもなんでもね、流体摩擦の、うん、それとね、やっぱね、あのこれがつなぎ目なんだよ、金型の。金型の合わせ目、合わせ目、うん、あのバリが出てるでしょ、はいはい、バリがこう左右の金型 の, あの合わせ目になってる。だからあのどちらかというと弱いところですよね。うん、うん、それとかあのこの合わさりと目とは別に樹脂がさ、あのゲートっていうのが金型の場合あるからさ、まあどこがゲートだか分かんないけど、そのゲートからの、流れの合わさり目がさ、パーツのこの金型の合わさり目とは別にウェルドって言うんだけどさ、ウェルドの目がさ一番やられる弱いところ、樹脂のつなぎのところだからさ。でこれさ、6ナイロンとかナイロンとかそういうポリマーロなんだけど、それに充填剤が入ってるから流れがさ余計悪くなる、うん、それで、このラジエーターのアッパータンクだとか、あのロアのタンクもうこの樹脂パーツ壊れやすくなるんですね、はい、だからあれだよね、ラジエーターはさなんとか修理してね、溶接とかさなんかであるけど、樹脂の場合はね修理ができないもんね、ちょっとね大変だよね。だからこれ発散とかさ FRP でさ、あの金属入れて、あの肉盛りできるとさ、御の字でしょ。古いあのラジエーターの場合よ、新しいさ買えばあの調達できるラジエーターはいいんだけど、調達できないさ場合はさ、もう困っちゃうんだよね。モルカ外してないね。そう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 、うん、了解。やっぱ 1800cc だとラジエーターそこそこでかいんね。結構薄いんですよ。うん。うん。でもここまであれだよな、液漏れしてたら壁面だよな、もうな。もうまだ冬だからまだいいんですけど。あ、そうだね。夏だからもう、うん、煙が出ます。本当だよね、蒸気出ちゃうよね。じゃあバッテリー交換するとき、あれだ、一発だ。うん、そうだね。正月明け、とりあえずバッテリーだけ点検、あ、交換つか、それでよかったよね。うん、正解だよね。
なん高速なんか乗ったら目も当てられないもんな。空気圧どころの騒ぎもあるけど、空気圧どころの騒ぎじゃねえでな。え、でもメーターでさ、これ分かんなかったのかね、メーター見てね。そこまで減ってないんで分かんないです。あ、そう。まだあの予備のタンクに気持ち残ってたので。あ、そう、はい、でこれはメーター上は検知できないと。そうです。あ、それね。あ、でっかいな、やっぱり。液ガスでもさ、直角になってると温度上がるじゃん。はいはいはい。だからここら辺が事故多いんだって。あ、そうですね。うん、それとあとね、これさ、ポリマー類ってさ、ナイロンとかさ、あの PPA のな、ちょっとバンパーとかさ、耐熱性がもっとある材料。あ、はい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 。ナイロンとかロックナイロンとかロクロクとかさ、それとポリマー類でさ、あの特殊樹脂パーツになってるんだけど、あのガラス製とかさ、タンカルとか結構入ってるのよ。 30% とか 40% とか。だからあの生のあのポリマーより樹脂だけよりは流れが悪いの。圧力かけたり温度かけたりしてさ、金型も面倒見てやるんだけど、ちょうどこの合わさり目が金型 の、 あの左右の合わさり目と同時に、あの樹脂がさ、あのこのどっかが小さい口から入るじゃない。それが樹脂が合わさり目がさ、あのこれ見えないとこあんの。それがやられちゃうの結構、あのクラックの原因になるの。うん、樹脂がこういう流れと流れがぶつかるじゃん。それと同じだからさ、あの車種とかさ、あのパーツによってじゃ、メーカー供給メーカーによってじゃなくてさ、その単品単品で、あのみんなさ状況が異なっちゃう。車の数があればあるだけ。どこ？ちょっとここの、ま、マラの。うん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 。あ、そこのね、つなぎ。ああ、丸のキャップ？キャップの下なんです。あ、キャップの下ね。いや、こっちからじゃないと多分わかんないです。うん。だってこれが全部樹脂じゃん。あれだね、もう走ってきてやっぱ噴出してんだね。そうなんです。うん。うん。あ、そうだね。うん。あ、付け根がね。はい、うん。だいたいよくあるケースは、うん、あのアッパーここなんで、この辺がだいたいクラックが今、クラックが、うん、こう当たるので、うん。うん、でここが、ああ、ああ、その噴出するとか、はい、あれのね、はい、あの流れのね、はい、うん、熱がかかるような、うん、流れけど、うん、先にこっちが来ちゃって、うん、うん、うん、あの流れが変わると温度が変わるんだよね、流体のね、あの気体でもなんでもね、流体摩擦、
うん、それとね、やっぱね、これがつなぎ目なんだよ、金型の合わせ目、うん、バリが出てるでしょ、はい、バリがこう左右の金型 の、 合わせ目になってる。だから、どちらかというと弱いところですね。うん、うん、それとか、この合わさりと目とは別に樹脂がさ、ゲートっていうのが金型の場合あるからさ、まあどこがゲートだか分かんないけど、そのゲートからの、流れの合わさり目がさ、パーツのこの金型の合わさり目とは別にウェルドって言うんだけどさ、ウェルドの目がさ一番やられる弱いところ、弱い樹脂のつなぎのとこだからさ。でこれさ、6ナイロンとかナイロンとかそういうポリマーロンなんだけど、それに充填剤入ってるから流れがさ余計悪くなる、うん、それでこのラジエーターのアッパータンクだとか、ロアのタンクもこの樹脂パーツ壊れやすくなるんだよね、はい、だからあれだよね、ラジエーターはさなんとか修理してね、溶接とかさなんかであるけど、樹脂の場合はね修理ができないもんね、ちょっとね大変だよね。だからこれ発散とかさ FRP でさ金属入れて煮くもりできるとさ御の字でしょ。古いラジエーターの場合よ、新しいさ買えば調達できるラジエーターはいいんだけど、調達できないさ場合はさもう困っちゃうんだよね。モルカ外して内面、そう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 、うん、了解。やっぱ 1800cc だとラジエーターそこそこでかいんね。でかいだけであって、うん、結構薄いんですよ、うん、うん、でもここまであれだよな、液漏れしてたら壁面だよな、もうな、もうまだ冬だからまだいいんですけど。ああそうだね、夏だからもう、うん、煙が出ます。本当だよね、蒸気出ちゃうよね。じゃあバッテリー交換するときあれだ、一発だ。うん、そうだね。正月明けとりあえずバッテリーだけ点検あ交換つか、それでよかったよね。うん、正解だよね。こんなん高速なんか乗ったら目も当てられないもんな。空気圧どころの騒ぎもあるけど、空気圧どころの騒ぎじゃねえでな。え、でもメーターでさ、これ分かんなかったのかね、メーター見てね。そこまで減ってないんで分かんないです。あ、そう、まだ予備のタンクに気持ち残ってたので。あ、そう、はい、でこれメーターじゃ検知できないそうです。あ、それね。あ、でっかいな、やっぱり液ガスでもさ直角になってると温度上がるじゃん、はいはいはい、だからここら辺が事故多いんだって。あ、そうですね、うん、それとあとね、これさポリマーロイってさ、ナイロンとかさ、PP のなちょっとバンパーとはさ、耐熱性がもっとある材料。あ、はい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 、ナイロンとか6ナイロンとか66とかさ、それとポリマーロイでさ、特殊樹脂パーツになってるんだけど、ガラス繊維とかさ、タンカルとか結構入ってるのよ、 30% とか 40% とか。だから生のポリマーより樹脂だけよりは流れが悪いので、圧力かけたり温度かけたりしてさ、金型も面倒見てやるんだけど、ちょうどこの合わさり目が金型の、左右の合わさり目と同時に樹脂がさ、このどっかが小さい口から入るじゃない、それが樹脂が合わさり目がさ、これ見えないとこあんの。
それがやられちゃうの結構、あのクラックの原因になるんです。そうなんですか。うん、樹脂がこういう流れと流れがぶつかるじゃん、それと同じ。だからさ、あの車種とかさ、はい、あのパーツによってじゃメーカー供給メーカーによってじゃなくてさ、その単品単品で、みんなさ状況が異なっちゃう。車の数があればあるだけ。